はい、皆さん、こんにちは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。はい。今日は、種まきの準備をしていきます。もうね、ほんと、あったかくなってきて、まあ、これ動画撮ってるのが4月の後半ぐらい。もうすぐ5月っていうところなんですけど、まあ、早々にね、ちょっと種の方をまいていきます。で、持ってまく種は、こちらです。シードストックさんから購入。これは、ユーフォルビアのゴルゴニス。20パック買ってます。でもって、これが、アガベのユタエンシス。50パック。でね、こちらがおまけでもらったアガベ。ビクトリアエって読むんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。おまけでね、もらったアガベ。10パックあります、これも。こいつも巻いていきます。で、こちら。パキポディウムのね、福袋。のね、パキポたち。今うちにあるパキポディウムはグラキリスだけなんですけど、ラメリーですね。パキポディウムラメリー20パック。これがパキポディウムのロスロアダムカクチペス。でもって、これがプレビカウレのレコ、ああ、読めない。これあれかな、エビス笑いって言われてるやつですね。確か。違ってたらすいません。パキポディウムもね、いろいろ種類があるんですけど、プレビカウレ。あと、こちらが、電子フローラムです。パキポディウムはね、各4種類、20ずつあります。これも、こんな感じで、比べると。この3つは似たような種なんですけど、ラメリーだけちょっと、違う感じの種ですね。さあね、これ全部で4種類かな、4つ、4、パキポディウム4の、残りあとアガベ2の、ユーフォルビアゴルゴニスがあって、7か、7種類、全部巻いていきます。さあね、巻き方ですけど、1日ちょっと水につけてから種巻きします。このペンレートと、メネデールを水に溶かし込んで、まずはね、水作りです。0.5g。これ水2リットル入れたので、まあ、4000倍だったかな。思いっきり、この白い粉を。まあ、これをね、巻くことによって、カビをね、防止できるんで。で、もって、このメネデールは、これね、主な用途、挿し木とか株分け、植え替えって書いてあるんですけど、ここですね、真ん中の、種まきとかも、書いてあります。水1リットルに対してキャップ1杯。2リットルあるので、キャップ2杯って。種のね、発芽率が良くなる
ていうことなので、こいつも入れていきます。1個でもね、1粒でも多く発芽してほしいので、まあ、こんな感じで。しっかり混ぜていいかな、こんな感じで。さあ、水作りが完成です。ではでは、このね、紙コップ、これに1種類ずつ巻いていきます。じゃあまずちょっと水を入れ替えます。はい、ではね、こんな感じで紙コップに移しました。ではね、早速このパキポディウムたちから種を水に入れていきます。こんな感じに。さあ、まあではこんな感じにね、全部入れていきたいと思います。はい、というわけで全部水に種入れました。一気にね、7種類。とこれ全然ね、沈んでいかないんですけど、まあこうやって、しっかり水分をちょっと吸収させたいので、あんま沈んでいかないですね。まあでもこうやって、もともとまあ軽そうな種なんで、こんなもんかなっていう。沈む方がなんか発芽率が良さそうな気はするんですけど、まあいいか、こんなもんか。種がね、ほんと混ざらないように。混ざってたらもう多分見分けつかなくなるんで、やばいですね、そしたら。これぐらい違いがあればわかるとは思うんですけど、もう全部 全く沈んでいかない 大丈夫かこれ。油単位質は結構沈んでく。こうやって。ほとんど沈みましたね。こんな感じに。アガベはめちゃくちゃ沈んできます。ビクトリアレギネ、これも、あ、だいぶ沈むな。これ多分和名でね、笹の雪っていう名前で、笹の雪ですね、売られてるやつかなと思うんですけど、まあほんとこういうおまけでもらったやつがいい感じに育つと面白いですね。ちゃんと育つかわからんけど。
で、最後がこのゴルゴニス。これも全然沈んでかないな。よし、まあいいや。こんな感じで。ではね、ちょっと一日ぐらい、このまま種をつけとこうと思います。さあ、また、時間があるときというか、これ明日ですね。沈んでるかわからんけど、まあしっかり種まきしていきたいなと思います。これで、またね、この植物ライフ、楽しみになってきます。はい。まあ、そんな感じでね、今日は種7種類、種まきの準備っていう形の動画でした。それでは皆さん今日もありがとうございました。いずれまた。